流出とは、プラトンの初期対話編の一つ、またその中の登場人物。副題は、友愛について。ソクラテスがすでに老年期に差し掛かった時代のある日、アテナイの東郊街、リュケイオン近辺、パノプスの泉付近に新設された、体育場にて。ソクラテスがアカデミイ屋からリュケイオンに向かう途中、パノプスの泉に差し掛かったところで、 ヒッポタレスとクテシッポスに呼び止められるところから話が始まる。青年たちは体育場で主に話をして時を過ごしているが、そこにソクラテスも加わってほしいという。話を聞くとヒッポタレスはリュシスという少年に恋をしており、ソクラテスにパイディカの扱いを教えてほしいとのこと。こうして彼らはリュシスのいるその体育場へ行き、対話を展開していく。 本編は、かつての対話をソクラテスが、読者に語るという体裁をとっており、純粋な対話編と異なり、解説が、かなりの比重を占める。また本編は、初期対話編に品質する、論題に結論が出ず、行き詰まったまま問答が終わる、いわゆる、アポリア的対話編の一つでもある。ヒッポタレスの誘いで、少年たちのいる体育場に行くことになったソクラテスは、そこで、 リュシス、メネクセノスという二人の少年を相手に、友人、友愛についての問答を交わすことになる。結局、それらを突き止めるには至らず、二人の少年が家に帰る、場面で話は終わる。原点には、章の区分はないが、寛用的には十八の章に分けられている。以下、それをもとに、各章の概要を記す。ソクラテスは、アカデミイアからリュケイオンに向かう途中、 パノプスの泉に差し掛かったところで、青年ヒッポタレスとクテシッポスに出くわし、ヒッポタレスに呼び止められ、近くの新設の体育場に美しい少年たちがいるので一緒に行こうと誘われる。美しい少年とは誰なのか尋ねるソクラテスに対し、ヒッポタレスは顔をあからめる。ヒッポタレスに好きな子がいることを察したソクラテスがそれを指摘すると、ヒッポタレスはますます好調する。 隣のクテシッポスが、それは名詞デモクラテスの長男で、リュシスという少年であり、自分はヒッポタレスに彼の恋の歌を散々聞かされていると教える。ソクラテスはその歌を披露してほしいと述べるも、ヒッポタレスはとぼける。ソクラテス、自分がその鹿を聞きたいのは、その内容を聞いてその子に対する態度を知りたいからだと、述べる。クテシッポスが代わりに答えるには、その鹿は、 リュシスの一家や祖先、その富、財産、栄誉を称えるものだという。ソクラテス、それは獲物であるパイディカを得る前から、それを飾り立てる行為であり、それを実際得れた時は自分の栄誉にもなるが、逃した場合は喪失が大きいと指摘、恋の達人は愛する人を得る前からそれを褒めたりはしないと述べる。また、美しい少年は、 あまりちやほやすると思い上がって高慢にもなり、捕まえにくくもなると指摘。ヒッポタレスも同意し、ソクラテスにパイリカの扱いを教えてほしいとこう。ソクラテス、口で説明するのは難しいので、実際その少年と会って実演してみせるという。クテシッポス、リュシスは、人の話を聞くのが格別好きなので、ソクラテスが自分たちと一緒に中に入って話をしていれば、 こちらにやってくるだと、ろうとしてき。三人は、体育場に入っていく。ソクラテス等が座って話をしていると、リュシスの親友メネクセノスがそれを見つけて、そばに座り、それに釣られて、リュシスもやってきた。ソクラテスは、彼ら二人と会話を交わす。そうしているうちに、体育教師がやってきて、メネクセノスを連れて行く。ソクラテスは残されたリュシスと問答を始める。 ソクラテス、リュシスの両親はリュシスを愛し、その幸せに心を砕いていながら、リュシスが戦車の手綱を取ったり、荷車をひくらばに鞭打ちしたり、旗折りの道具を触ったりするのを禁じ、パイラゴゴスに管理させて不自由にしていると指摘。リュシス、それは自分がまだ一人前の年になっていないからだと答える。ソクラテス、リュシスが読み書きしたり、 リュラを引いたりすることは禁止されないだろうに、先に述べたことは禁止される。その違いは、どこにあるのか問う。リュシスは、自分がそれを、心得ているか否かの違いだという。ソクラテス、それなら、リュシスがそれらを心得るようになれば、父親はそれを任せるようになるか問う。リュシス、同意する。ソクラテス、では隣人であれ、あてない市民であれ、ペルシア王やその息子であれ、 目的の事柄に心得があれば、それを自分たちに任せてくれるようになるか問う。リュシス、同意する。ソクラテス、それでは心得を得たなら、その事柄に関しては、誰もそれを邪魔せず、自由人、支配者になれるし、また逆に心得を得ないままなら、その事柄に関して邪魔され、他人の意見を聞かねばならないし、従属者になると指摘する。リュシス、同意する。 ソクラテス、人は役に立たない事柄に関して、友人となったり愛されたりするか問う。リュシス、否定する。ソクラテス、では役に立たない人間である限り、父からも誰からも愛されないだろうし、逆に、賢くなれば、誰もが友人となり、身内となると指摘。さらに、以上を踏まえた上で、まだ心得ていない事柄に関して、巧妙になれるか問う。リュシス、否定する。 ソクラテス、現に先生につかねばならないということは、その事柄に関して、リュシスは心得てもいないし、後媒にもなれないと指摘。リュシス、同意する。ソクラテス、ヒッポタレスの方を見て、パイディカは、このように減りくだらせ、つつましくさせ、のぼせ上がらせないようにするのだと、危うく口に出しかけて止める。そうこうするうちに、メネクセノスが戻ってくる。リュシスはソクラテスに、 家に帰る時間になるまで、メネクセノスに他の話をしてあげてほしいと頼む。ソクラテス、同意する。ソクラテスはメネクセノスに、自分は犬、金、名誉、ペルシア王、ダレオスの財宝、地位などよりも、はるかに友人を手に入れたいと思ってきた人間だが、未だにそれを手に入れるどころか、どのようにして、人は他人の友人になるのかさえわからないと述べる。そこで、 メネクセノスとリュシスはそれを互いに手に入れているようだから、そのことについて聞きたいと頼む。友人、友愛についての問答ソクラテス、誰かが誰かを愛する場合、どちらがどちらの友になるのか、メネクセノスも認める。愛する方が愛される方の友になるのか、愛される方が愛する方の友になるのか、それとも両方か、問う。メネクセノス、両方だと答える。 ソクラテス、自分は愛しているのに、相手は愛してくれない、あるいは憎んでいる場合もあり、そうした場合はそうとは言えないと指摘。メネクセノスも認める。ソクラテス、それでは、自分から愛するだけではなく、相手からも愛され返されないとともではないということになると指摘。メネクセノスも認める。ソクラテス、それでは馬、うずら、犬、酒、運動、血、そういったものを愛する。 者たちは、それらを友とは呼べなくなると指摘。メネクセノスは否定する。ソクラテス、それでは、自分から愛する人にとって、自分に愛されているものは、自分にとっては友であるということかと指摘。メネクセノス同意する。ソクラテス、それでは、愛する方が友なのではなく、愛される方が友であり、憎む方が敵なのではなく、憎まれる方が敵ということになると指摘。 メネクセノス同意する。ソクラテス。そうなると、多くの人々が、敵から愛されたり、友から憎まれたりするのであり、不可能なことだと指摘。メネクセノスも認める。ソクラテス。それでは残るは、愛する方が愛される方にとっての友、憎む方が憎まれる方にとっての敵ということになると指摘。メネクセノスも同意する。ソクラテス。 しかしこの場合も、相手がこちらを憎んでいたとしてもこちらが愛せば、相手にとっては友でないものの友や敵の友になってしまうし、また、相手がこちらを愛していたとしてもこちらが憎めば、相手にとっては敵でないものの敵や友の敵になってしまうと指摘。メネクセノスも同意する。途方に暮れる二人。ソクラテスは自分たちの調べ方が根本的に間違っていたのかとうと、 横からルシスが間違っていたのだと指摘する。ソクラテス、ホメロス、オデュッセイアの一説、神は似た者同士を合わせられるや、自然哲学者、エンペドクレスの四元素説を引き合いに出しつつ、類は友を呼ぶ式に、似た者同士が友になるという説を提示、正しいかどうか問う。ルシス、正しいと答える。 ソクラテス、悪人同士は友人になれないので、先の説は半分は真実でないと述べる。リュシス、同意する。ソクラテス、似た者同士が互いに自分が持ち合わせていないどんな、利益、助けを相手に与え合うことができるのか、どうして相手を求めるのか疑問を提出。リュシス、同意する。ソクラテス、ということは、前期、人同士が、 似ているということではなく、前期人であるというまさにそのことによって、友になるということなのか問う。リュシス、同意する。ソクラテス、しかし、前期人は、持続している人であり、他に求めるものはないし、愛することもない。従って、前期人同士が友になることもないと指摘。リュシス、同意する。ソクラテス、今度は逆に、反対の者同士が、友という説を提示。 メネクセノスは肯定する。ソクラテス、反対であることによって、友になるなら、友と、敵も友になるし、正しいものが不正なものと、節制なものが豊穣なものと、善気者が悪しき者と共であるというデタラメなことになってしまうと指摘。メネクセノスも同意する。ソクラテス、良いもの、悪いもの、良くも悪くもないものの三分類を挙げた上で、同類と反対の組み合わせは、 さきの議論で退りけられたので、残った組み合わせとして、良いものと、良くも悪くもないものが共になるという考えを提示。リュシス、同意する。ソクラテス、良くも悪くもないものが、良いものと共になるというのは、しつつ、知を愛し求める愛知者のように、良くも悪くもないものの中に悪が存在していながらも、それに染まりきっておらず、善に対する欲求、愛を持ち、それを求めることだと指摘。 リュシスとメネクセノスは同意する。ソクラテス、そうなると悪を持っているがゆえに善を求めて友になるということになると指摘。二人は同意する。ソクラテス、そうなると、そうして善を遡っていくと延々と遡り続けることになるか、第一の根源的な善に到達することになるかのどちらかであり、後者であるならば、そこに至るまでの善は、 その影のようなものであると指摘。二人は同意する。ソクラテス、それではその本物の友は他の友のために友なのではないと指摘。二人は同意する。ソクラテス、そうなると他の影のようなもろもろの友が他の友のために友であるのと異なり、第一の根源的な友は敵のために友であるということになり、また敵がいなくなれば、 友もいなくなることにもなると指摘。二人は同意する。ソクラテス、しかしその意味での友と敵が滅びたとしても欲望は残るし、その欲求、愛の対象としての友は存在し続けると指摘。二人は同意する。ソクラテスでは善悪ではなく欲望こそが友の原因ということになると指摘。二人は同意する。ソクラテス、欲望は 欠落を原因としており、自分から奪い取られたものに向けられることになるし、互いに友であるということは、それを補完し合える、本性上一体的な存在であると指摘。メネクセノスは同意するがリュシスは沈黙。ソクラテス、それでは、本物のエラステースは、パイリカから愛されることになると指摘。二人はためらいながら、何とか同意。そばで聞いていたヒッポタレスは歓喜する。 ソクラテス、しかしそうなると我々は先に否定した議論に再び陥ってしまったことになると指摘。二人も同意する。ソクラテスが再度議論を始めようとしていたところ、リュシスとメネクセノスのパイダゴゴスがやってきて家に連れて帰ろうとする。ソクラテスは帰り際の二人に対して言う、老人である自分は君たちの中に入れてもらって、互いに友であると思っているけれども、その 友が何であるか見つけ出せなかった我々はまさには現れ者だ。本編では友人、友愛という概念の明確化をめぐって少年ルシスとメネクセノスを相手にソクラテスによる必要な追求、問答が繰り広げられる。作中、友人、友愛のあり方について等が提示されるがソクラテスの必要な追求によって ことごとく提示された初期定の欠陥があらわにされ、堂々巡り行き詰まりに陥ってしまう。また、本編の後部では、善を求めていくと、第一の根源的な善に至ることになるのであり、それ以外の善はその影のようなものだという、後のイデア論の原型のような発想、記述も出てくる。ありがとうございます。